武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年お茶の水女子大学の国語の勉強方法について話していきたいと思います。お茶の水女子大学の国語、試験時間は100分間で、配点は200点満点の試験となります。大問構成は全部で3題出題されています。大問1が現代文の問題、大問2が古文の問題、大問3が漢文からの出題となっています。で、現代文の問題で大きな特徴として、2017年の入試問題では自身の経験に基づいて300字で論述しなさいというような、現代文とある意味小論文というか、その自分自身の体験を加えたような文章を書かないといけないという問題が出題されていました。ここに関してはなかなか対策しづらいので、過去問で演習を積んでいくしかないかなと思います。一般的な問題の対策としては、やはり記述論述問題が多いので、国公立標準問題集キャンパスの現代文が一番有効な対策になります。キャンパスの現代文では記述問題、論述問題を多く扱っているので、ちょうどいい対策になるかと思います。古文漢文に関しても同様で、やはり、和訳しなさい、日本語訳をしなさいというような記述問題中心の出題になります。国公立標準問題集キャンパスの古典を使って古文漢文の力を鍛えていきましょう。またその先ほど話した現代文の300字で自分の体験を踏まえて具体例をして書きなさいという問題も、なかなか対策がややこしいので、過去問演習の期間を十分にとって過去問対策を徹底的にやるということだけ、忘れず、対策をしていってください。今回は以上です。